お待たせいたしました。東京ドームです。読売ジャイアンツ対阪神タイガー ス、このゲームの模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発はエースの菅野、対するタイガースの先発はエースの秋山、この両投手の投げ合いです。さあ、間もなく試合開始となります。右の菅野、マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは近本。第4球は変化球、空振り三振。ワンアウトランナー一塁という場面でサンズ、背番号52。投球は3球目、打ちました。吉川取った、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。ジャイアンツ、まずは無得点に抑えました。タイガース追う展開で迎える2回です。ノーアウトランナー1塁という場面でボーア、投球これから4球目、内角えぐるスライダー、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。1球目ストライクから打ちました。吉川ボールを取る、アウト。ジャイアンツ同点のピンチを迎えます。左バッターボックスは7番木南、ジャイアンツ一打同点のピンチを迎えています。第1球投げた、初球から打ってった、ライナー破った、センター前のヒットになります。ホームイン、ジャイアンツ追いつかれました。1対1。バッターは8番梅野、梅野背番号44。第3球ストライク、空振り三振。2回の表が終わって1対1、ジャイアンツこの回1点奪われ同点とされています。2回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは中島。第1球投げた、初球見送ってストライク、まずは見送りました。第2球投げた、打ったに当たりだ、ダイレクトで当たった、ボールはセカンドへ。中島ナイスバッティング。同点で迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という場面でサンズ、打った、左中間へ上がった、これはヒットになります。ボールは中継、北条三塁でストップ。サンズいいバッティングを見せました。ジャイアンツピンチを迎えます。第1球投げた、打ちました、初球打ち、吉川バックしていった、取ってこれで3アウトチェンジ。菅野2アウト1塁3塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。3回の表が終わって1対1です。同点で迎える4回です。ノーアウトランナー1塁という場面で福留、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。打ちました、ボールは中継、福留ナイスバッティングです。ジャイアンツピンチを迎えます。投げました、打ちました、ショート右へのゴロ、二塁フォースアウト、アウト、タッチアウト。ツーアウトランナー一塁に変わります。バッターは8番梅野、今日の第一打席はスイングアウト。第4球をランナー走った、あっとヒットエンドランをかけた、破った、ライトからサードへ。梅野いいバッティングを見せました。ジャイアンツピンチを迎えます。投げました、打った、ファインプレー、一塁送球、吉川ファインプレーを見せました、スリーアウトチェンジ。菅野最後はバックに助けられました。さあ、追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で中島、ボール、セカンド牽制球です。二塁タッチセーフ。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、内角低め見送ってストライク。さあ、4球目打ちました、これはいい当たり、伸びた、伸びていった、センター見上げた、ホームラン、ツーランホームラン、スタンドへ叩き込んだ。4対1、ジャイアンツリードを3点に広げます。さあ、チームメイトからも祝福を受けます。秋山降板、マウンドに上がったのは望月、今日2番手としてマウンドに上がります。
今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。ストレート見送ってストライク。いきなり156キロ。打ちました。ボテボテのピッチャーゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。ジャイアンツリードで迎える8回です。ここまで2安打、中島。第9投げました。フォーカーストライク。キレのある変化球。投球これから2球目。打ちました。北条掴んだ。ショートから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。ジャイアンツクリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。8回の裏が終わりまして5対3です。ジャイアンツここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で北条。今日はここおーっと当ててしまった。デッドボール。さあこの勝負でゲームが決まってしまうか。ジャイアンツ内野陣はゲッツー体制。打った。三塁ランナーホームに突っ込む。セカンドフォースアウト、アウト。ゲッツー。ゲームセット。ジャイアンツ2点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただ